ラーマン、どうも。もうこの番号変えよう。町を出ることにした。今回の事件でいろいろ考えて、オズボーンすら救うお前の姿を見て気づいたんだよ。国に帰って人生を振り返ってみるさ。そっか、君のデストルーパーに会えなくなるのか。残念だがエージェントは残留だ。奴らは私とは違ってね。オズボーンが雇うそうだ。すまない、いい知らせかと思ったのに。悪いな、お前のジョーク嫌いじゃなかったぞ、スパイダーマン。また会う日まで。凶暴な上に変わってる。テンダーロイン駐留中のエージェント、状況は？監視所の設置を完了。第一、不可能を可能にした。でも破壊しなくちゃ。僕自身の発明品でね。私は絶対に土下座などせんぞ。地獄に落ちる前に真実を告白するチャンスをやろう。本当のことを言うんだ。私はやってない。そうやって全て嘘で塗り固めてきたんだろう、このペテン姫。貴様は私の会社と発明を盗んだ。さあ、真実か。いいだろう。貴様など私なしでは何の価値もない。それが真実だ。いい加減私には勝てないと認めたらどうだ。貴様あって人こらいだ。これからも永遠にな。やめろ。
をください。おっと、あなたの夢は人助けのはずだ。お願いです。戦う相手を間違えているぞ。だが仕方あるまい。もう時間がない。お願いです。オズボーンが罪を悔いの限り解毒剤は渡さん。解毒剤をください。もう十分復讐は果たしたでしょう。ダメだ。ヤツは必ず復活する。ヤツから全てを奪わない限りな。スーツを新調したのか。無駄な努力。あなたの弱点は知ってる。私に弱点などない。私の邪魔を知るな。僕が守りたいのはオズボーンじゃなくこの町だ。解毒剤をください。オズボーンの罪は僕が暴いてみせます。そうだ、貴様もやつと同じ大嘘つき。みするな。
オズボーンが罪を悔いぬ限り解毒剤は渡さん。解毒剤をください。もう十分復讐は果たしたでしょう。ダメだ、奴は必ず復活する。奴から全てを奪わない限りな。おお、スーツを新調したのか。無駄な努力。あなたの弱点は知ってる。私に弱点などない。私の邪魔をするな。罪を償うべきはオズボーンだ。私はオズボーンを倒した後で私がこの手で救ってやる。街を救った後はあなたの好きにするといい。私に指図する気か。殺される前に立ち去った方が身のためだぞ。オズボーンを守るためにいくら金を積まれた。僕が守りたいのはオズボーンじゃなくこの町だ。
ままじゃあなたも危ない。心底がっかりした。バカ、知ってた。警告しようとしたんだがな、貴様は耳を貸さなかった。知ってたのか。負けるわけにはいかないんだよ。ここで諦めてたまるか。僕だってそれは同じだ。Yeah!
お願いだ、本当のあなたを思い出して。あの男はもういない。お前に私は救えん、ピーター。ならば覚悟してください、博士。あなたはヒーローだった。疲れてなんかない。辛いだけだ。おっと、やめろ。よく聞け、パーカー。世界を変えるつもりならば、どんなに辛い決断も下せる人間にならねばならんのだ。僕も大賛成。ダメだ、やめろ。ピーター、息子のように思っていたのに。だが私が浅はかだったよ。お前も裏切るとはな。裏切る？あなたは僕のヒーローだった。あなたは人類を救いたいと願い、決して諦めなかった。それが我々優れた人間の役目だからだ。己の才能を他者のために使う責任だよ。たとえ感謝されなくてもな。愚か者たちのために正しい行いをするんだ。理解されようとされまいと。あなたは間違ってる。あなたのようになりたかったのに。裏切ったのはあなたの方だ。ああ、君の言う通りだよ、ピーター。私が間違っていた。神経インターフェースに操られていたんだ。だがまだ治せる。君とお二人ならばできるはずだ。手を貸してくれるね。ええ、やってみます。必ず博士の治療も。ダメだ！刑務所に入れられれば腕を奪われてしまう。役立たずの体に私を閉じ込める気か。頼む、ピーター。今のは私じゃない。君は私のそばにいると約束した。そうだろう。もちろん君の秘密は誰にもばらさないと約束するよ。正しいことをするんです、博士。あなたが言ったように。ピーター。たとえどんなに辛くても。ピーター、どこに行く。
このサンプルを全て使わねば解毒剤は複製できん。どのくらいかかります？数時間かそれ以上。今すぐ誰かに使ったら他の人を救えなくなる。よく考えて。薬を持ってきました。もう大丈夫。マスクを外して老いの顔が見たいわ。知ってたの？だいぶ前からね。心配すると思ってしたわ。でも誇りに思ってる。きっとベンだって大勢の命を救ってきたでしょう。僕はどうすれば。分かってるでしょ。それで。どうも、現地レポーターのメリー・ジェーン・ワトソンです。おめでとう。ありがとう。できると思ってたよ。仕事は見つかったの？あ、いや、でもすぐ持ってくるわね。どうも。いいえ、全然違う仕事をやろうかと思って。ん？ほら、シェフなんかいいかなって。ごめん、でも、あなたは科学者でしょ。しかも優秀。最後のプロジェクトでタコの怪物作って街を破壊しかけただろ。だから。ええ。
まあチキンカレーの腕前は確かだろ肉団子は修行中。キャンプ行くの？ああ、引っ越し先に入れるのは1週間後だし、ちょっとマイルズのところに居候するんだ。ああ。ねえ、うちだっていつでも歓迎だけど。その気があるなら。いや、じゃなくてその気はある。ああ、その気っていうのはあっちのその気じゃなくて、ほら、本当にいいの？私はずっとその気。僕も。僕はプロじゃないけど、あの聞き方はすぐバレるよ。緊張しすぎかな。それじゃあこれどこに置く？ああ、ここでいいよ。オッケー。ねえピーター。うん。相談があるんだけど、母さんには言えなくて。何？それが最近ちょっと体が変なんだ。ああ、
あれね、なんていうか、今はちょうどいわゆる成長期ってやつだろ。だからもしかしたら体のある部分が、ちょっと違うよ。あ、多分これ見せた方が早いかも。待って。ちょ、また見せなくて。ね、変だろ。そうでもないさ。
あともう少しだったというのに。諦めないぞ。必ず直してみせる。約束だ。愛しているよ。